北京五輪のショートトラックスピードスケート競技の女子 1500m に出場する台湾の代表選手、大陸亭選手は開幕式で台湾チームの旗手を務める予定です。しかし、数日前、彼女は中国代表チームのユニフォームを着た動画をインスタグラムに投稿し、物議を醸しています。これに対して 台湾の劉氏決、元外交官は、フェイスブックの投稿で、機手を交代させるべきであると提案しました。劉氏は、ニュースで波紋を呼んだのを見て、何度も批判したかったが、競技が差し迫っているので、選手たちが安心して、競技に備えて、台湾に名誉を勝ち取れるよう、出場の前に、選手を非難したくなかったと語りました。しかし、騎手として、開幕式に登場することは、別の問題になります。 劉氏は五輪代表団の旗手を務めることは大変光栄なことであり、名誉として旗を持つこと自体が政治的・外交的な宣言であり、彼女はもはや国を代表するのにふさわしくないと強調しました。報道によると、中国代表チームのユニフォームは中国の選手から王選手に贈られたものです。これは北京冬季五輪で勃発した最初の政治事件です。